皆さんこんにちは。マーケットライブの時間がやってまいりました。本日の講師は楽天証券 FX リディリング部の荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速本日のレートを見てみたいと思います。現在ドル円は104円の98銭、105円を挟んだ取引になっています。現在のところ、えー、今日の高値は105円の20銭、安値は104円の51銭となっています。 ユーロ円は117円の33銭、ポンド円は131円の62銭、そしてユーロドルは1.1178。このようなレベルで現在取引が行われています。ではドル円のチャートを見てみたいと思います。ドル円のチャートを見ながら今週の動きを簡単に振り返ってみたいと思います。今週はマーケット大きく動きました。えー、まず 週の初めドル円は101円の17銭ですねこのレベルまで大きく下げました、まあ、こちらの方はですね先週から、えーまあ、それ以前から問題になっている新型コロナウイルスの感染拡大のリスクが広がっていたということが円高になり、えー、東京マーケットで,です,、ね、するすると、えー 値を下下げてていっっ円の17銭まで下がったわけですただその後はですねトランプ大統領が減税プランなどを出す、まあ、対策プランを出したということとあまりにも下がりすぎじゃないかということで一旦円円台105円の92銭まで戻っていっす。でその後はですねまた再び103円までというふうに下がっているんですけれどもこういうふうにですね ちょっと値動きの荒い展開が続いたところで、えー、昨日のことなんですけれどもトランプ大統領がまた新型コロナ対策のプランを出ししたたとということで、えー、マーケットが動きました内容というのはヨーロッパからのアメリカへの入国を30日間停止するというような強引な内容だったんですけれどもこれを受けて 海外のマーケット、えー、ロンドンドイツそしてニューヨークの株価は大暴落しましたただドル円はですね、まあ、通常であれば株の下落は円高につながっているんですけれどもドル円はですね今週のですね、えー、半ばにつけた105円の92銭をややドル高円安に 上回って106円の095、まあ、ですから106円の10までドル高円安が進んでいますそしてまた、えー、まあ非常にですね値動きが荒いということで今はそこから1円下げて104円の98銭105円を挟んだ動きとなっているこれが今週の動きです、まあ、非常にですね為替は 読みにくい状況になっていますまあ、株価の方がですね、えー、大きく動いているんですけれども、まあ、株価がなぜ動いているというのはもちろんのこと、えー、新型コロナウイルスの感染、えー、これがどうなるかということはわからないとでそれに対してマーケットは、えー、政府そして中央銀行に対して早く対策をしてくれと で訴えてきてきるんですけれどもどんな対策を出したとしてもですね結局は株は下がるしドル円そして他の通貨の方向性も見定まらないというような状況が続いています例えば FRB は先週利下げしました緊急利下げしましたそれなのにその後ドルは売られて101円の17銭まで下がっていますユーロを見てみますかユーロこれはユーロの日足ですけれども短い足 1> 1時間足こここのところですねユーロは、えー、逆に ECB は利下げしませんでしたそれであれば大きく、えー、上昇するというような、えー、形になるはずなんですけれどもユーロは一瞬上がって1.13ぐらいまで上がったんですけれどもその後はまた下がっていますですので中央銀行が利下げしようがしまいが結局は マーケットはですね、えー、要求は高いんですけれども、実際その中央銀行が出した政策を目の前にすると、じゃあそれでどういうふうに動いたらいいかというふうにわからないというような状況になっています。ですので、まあこれはドル円の一時間足に戻るんですけれども、まあそういう時にはですね、えー、まあマーケットが常にディレクション 方向性を持って動いているわけではありませんので、今はそのむしろその前の段階、どちらの方向に進むか迷っている段階だというふうに割り切った方がいいと思います。じゃあその目安として何があるかというとですね、えー、今週はこの101円の17これが安値。 えー、そして106円昨日つけた、ね、106円の1丸が高値ということでこれが上下の、えー、レンジであると。ですので基本的にはこの101円を下回るドル安になるか106円を完全に抜け切るドル高になるかというところまでもあって、えー、それが新しい レンジになってくるんだなといいううふうに思いま,すまあそうするとこれとですねピボットで計算するとちょうどこの104円、えー、103円の98銭ですかこの104円というのが、えー、ほぼほぼ中間点に当たります。ですので上下のレンジを見ながらこの104円という104円よりもドル円が上にいるときにはやや ドル買いが優勢ここですね、今、ちょうどここのところになってますので、ドル買いが優勢のマーケット。そして、この100円を下回ってくると、少しドル売りのスピードが増す、ドル売りが優勢だというふうな目安をつけながら、そうですね、トレードとすると、まあ、こういうようなマーケットでは、よく言われるのは、エクストリームに対して逆張りすると。 ですのでマーケットで言えば下の方で言えばです、ね、101円の近くまで,です、ね、急激に下がっていったときにはそこのところで、えー、少し打診買いをしてみるとドル円上の方に行ったときにはこの106円の近くで少し打診売りをしてみるというところが、えー、短期的なトレードではないかなというふうに思っています。ただこういういう状況でですので えー、このレンジを抜けて大きくいくという可能性もありますのでそこのところは十分注意するとあとは、えー、非常にボラティリティが高いのでさっき言った104円というのがミドルだとしてもですね104円よりもちょっと上ちょっと下でですねこれでレンジが見定まったと、えー、この方向に行くというふうに考えを固めてしまうと足元を救われる可能性も高いのでこちらの方は注意していきたいと思います今週は以上ですどうもありがとうございました 今週はマーケットが大きく動きましたそして来週は大きなイベントがたくさんありますその中でもまず第一に FOMC アメリカの中央銀行はさらに利下げするのかどうかこちらの方は注目ですドル円に関して言うとその次の日 FOMC の次の日に日銀の政策会合があります果たして日銀は FRB のように利下げするのかそれとも ECB のように利下げを見送るのかこの結果によってドル円は大きく動く可能性があります来週は要注意ですその他スイス国立銀行トルコ中央銀行などの政策金利の発表もありますので他の通貨も注目していきたいと思います 今週は以上でした。どうもありがとうございます。